北海道。ここ行こうよ。はい。佐呂間町。佐呂間町。ここ涼しいよ。そうなんですか。ここの町の人みんな佐呂間町履いてるからね。佐呂間町今流行りだから。佐呂間町に決定。日本列島ダーツの旅。一億分の北海道佐呂間町。北海道北東部に位置する佐呂間町は人口およそ6000人、広大な湖と緑に囲まれた自然豊かな町。住宅街を走っていると第一町人発見。こんにちは。こんにちは。上中1中1です。どういう関係？友達で、今日俺とここと子が兄弟。あ、お姉ちゃん当たったんですか？うん、そう、ダンスに当たったの。すげえ、興奮してる。もうびっくりしすぎて。びっくりしすぎたの？汗かいてきた。やばい、ご飯食べそうだよね。結構焼き始めちゃって。あ、そうなんだ。好きな女の子いないの？います。お、意外。意外？意外？なんで？いや、恋愛すんだと思って。全部が言ってダメなんですよ。北海道常呂郡佐呂間町。オホーツク海とつながり、海水と淡水の混じった汽水湖としては日本最大のサロマ湖は、東京ドーム3244個分という広大な面積を誇る。また年に一度開かれるサロマ湖ウルトラマラソンは、サロマ湖の周囲100キロを1日で走り切る鉄人レース。全国から集まる3000人ものランナーが限界に挑む。そんな雄大な自然に抱かれる佐呂間町で聞いた。佐呂間町のここが素晴らしい。こんにちは。こんにちは。僕は何年生？5年生。はい。好きな芸能人？好きな芸能人は近藤真彦です。優しいところとか。佐呂間町のマッチです。こっち、ここにいるのは誰？姉ちゃんです。あ、お姉ちゃん。姉ちゃんに好きな芸能人がいるんですよ。うん。で、向井治。向井治っていう人なんですけど、その人が彼氏なんです。空想の世界です。空想の彼氏。それ聞いてどう思う？残念です。残念です。こんにちは。こんにちは。今、何されてるんですか？ウォーキングです。ウォーキング。はい。あれ？あの、はい、笑ってくれる？あ、そうです。なんかじゃあ面白いことやらないと知らないね。UHB の今日は男の人から声をかけられる。ルシア、ルシア、スガメが。よくやるこれだったんだね。すごい。僕らでよかったんですか？いや、ホルモンがもう活性化した。こんにちは。日本テレビ。はい。笑ってこないっす。あら、ありがとう。え、それお二人
とも佐野町で結婚されたんですか。はい、私18歳10ヶ月で長男を産みましたので幼妻の走りです。朝4時。おはようございます。おはようございます。今何やられてるの。これからエビ取りに行くんですよ。エビ取り、はい、北海姉妹ですよ。北海姉妹、ね、今旬ですよ。そうなんですか。はい、これ皆さん3人で行かれるんですか。そうです。俺の息子と相棒の住吉さんです。あ、相棒乗ってくかい。いいですか。あ、いいよ。ありがとうございます。どうぞどうぞ。スタッフも船に乗り込み、サロマ湖内の漁場へいざ出発。港を出てからおよそ5分でポイントに到着。この漁法はカゴ漁といい、前日餌を入れ仕掛けておいたカゴにかかったエビを捕獲する。獲物は体にシマ模様があることからそう呼ばれるようになったシマエビだ。相棒もロン毛をなびかせながらサロマ湖内へ移動する。2時間ほどカゴを引き上げると、7月8月の2ヶ月しか水揚げされないサロマ湖夏の名物北海シマエビがおよそ30キロも取れた。港へ戻ると取れたての北海シマエビをグツグツと煮え立った釜に入れ茹でること5分。北海シマエビたちは茜色に染まって再び姿を現した。生のままでは傷みやすい北海シマエビは生きているうちに塩茹でにして旨味を凝縮、それを出荷するのだ。いいですか。こういう風に茹でたてほやほやの北海シマエビをいただく。そう、味噌ついて。めちゃくちゃ美味しいです。美味しいよ。めちゃめちゃ。うん、うまいんだよ。うまいから。さらにその日の昼時、他のご馳走にもありつけそうだと聞きつけ、再び作業場を訪ねた。するとご近所の奥様方が集まり、早くも調理中。まず、サロマ湖の皆さん、ホタテの貝柱と紐を白飯に乗せ、さらにオホーツク海で獲れたマス、今朝獲れたばかりのイカ、そして産地ならではの生シナエビ、最後にイクラを乗せれば、地物だけが乗った海鮮丼の出来上がり。他にもホタテの浜焼きやシマエビの頭を使った味噌汁など、テーブルにはサロマ湖とオホーツク海の生んだ食材が並んだ。漁師仲間も集まって昼の大宴会スタート。まずは超豪華海鮮丼から北海シマエビを頂戴する。それは美味しいですよね。当たり前だよね。取れたてですもんね。なんで2人は組もうと思ったの。上からもね。愛し合ってちゃうんだね。今が旬、サロマ町の贅沢地元飯をいただきましょう。北海シマエビをいただきましょう。これもう茹でてある。まず頭を取りますね。頭を取ります。そして次はこの、そのまんま足を取ります。足を取る。その次に尻尾をします。尻尾をします。スッといきます。